こんにちは。ティナ&ティム、アメリカ暮らしです。本日はお買い物はその121、サプリメントが値上がりという話です。コストコで買っているサプリメントについてお伝えをしたいと思います。いつものように買い物のスタートはコストコであります。今日はですね、このサプリメントについてお話をしたいかと思います。私20年前こちらに来た時は、サプリメントっていうのを飲んではいませんでした。で、イメージとしてはアメリカ人の人はすごくこうサプリメントをよく飲むというそんなイメージでしたね。それでね、日本にいた時はもちろんこのサプリメントなど一切しなかったですね。飲まなかったわけですけれども、こちらに来てもそういうものはほとんどというか全く飲まなかったですね。で、そうですね、今から10年前ぐらいから、これは主治医の方へ行って、半年に1回血液検査をするようになったんですね。でその時に、薬とは別にですね、サプリメントを飲んだ方がいいよということで、案内されて、それから買うようになりましたね。それまではね、本当何もこういったものは、飲んでおりません。やはりね、50を過ぎますとね、そういったものが必要になるというアドバイスで、サプリメントは随分飲むようになったと思います。で、私の主治医の方は結構良心的でして、基本的には、サプリメントで対応した方がいいよと。それで、賄わない分については、薬は処方しますよというそういう先生だったんですね。だからとにかくね、どんどんいろんな薬を処方されますとね、さすがアメリカはすごく薬の値段って高いもんですから、すごいお金が必要になってしまうと思うんですけれども、そういった良い先生に見ていただいているので、基本はね、サプリメントで、そして私の場合ですがね、その10年前ぐらいから、処方していただいているのはこれちょっと血圧の薬ですね。で、これはね、もう親からもらった高血圧ですので、もうどうしようもないと、いうことなんですよ。で、先生に聞きましてね、いつも同じものをティナさんと私は食べてるんですが、私高血圧になってティナさんにはならないということになると、何が違うんですかねっていうふうに聞いたことがあります。そうしましたらね、遺伝ですとバッサリ言われてしまいましたね。そんなわけでね、サプリを飲み始めたという、そんなお話になっております。さてね、買い物の方はね、今ね、ちょうどお肉売り場、それから、魚売り場のとこ来てますね。でね、今毎回ここへ来てお目当てはですね、ツナですね。アヒツナっていう、マグロなんですけれども、多分、ハワイ近海で取れたやつだと思うんですよね。こちらをね、買いに来たんですが、どうしてもね、前の日の売れ残りで、やっぱりね、1日経ったものはあまり買いたくないんで、今回は買いませんでした。アメリカ人の方はこれ生では食べないと思うんですがね、日本人の人はこのアヒツナっていうのは、生で食べるんで、できるだけ、新鮮だというか、新鮮ではないと思うんですけどね、一回冷凍されていて、でそれを、解凍してから売り出された日がやはりね、当日の方がいいですよね。ですからね、いつもここへ来て、当日売られた方がないかなって見るんですけどね、やはり、1日経っちゃってるもんで、どうしようかなと
とは思います。まあね、アメリカ人がこのアヒツナを食べるとなると多分ポキですよね、ポケかな、そういうではね食べるのかなと思います。そしてね、いつもの通り、日本の牛乳に一番近いという、まあ、この牛乳をね買っております。まあ大体我々ですとね、このハーフガロン1週間に、まあ、1本ぐらいしか使わないので、これ3本入ってますのでね、3週間はねこれでね持ってしまうということで、開けなければかなり持つので、まあね少しずつ使うようなね感じにしております。さてさてね、特に、変わりはない、いつものコストコであります。そしてね、やはりね大事なのは、まあ、腸内細菌ということなので、これはね、グリークヨーグルトですね。これはね必ず買って朝食べてますね。まあそうやってね、なるべく大層な薬に頼らないでですね、サプリメントとそれから、決められた食材でなんとか健康を維持するという、まあ、そんなことをねしておりますね。で、前にもお伝えした通り、この国ではね、やはりね一番必要なことっていうのは、やはりね健康でいることだと思うんですね。で、そうでないとね、どん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 医療費がかかってしまうという、まあ、そんなねことになってしまいますね。ですからね、今ね前にもお伝えした通り、我々ぐらいの年になると皆さん日本に帰ってしまうと、まあ、その一つの大きな理由としてはやはり医療費が高いからということですよね。ですからね、まあ、私は今のところこちらにいようと思っていますので、なんとか医療費をかからないような食生活をしていかなくちゃなというふうに思います。そんなわけでね、このねグリークヨーグルト、ちょっと高いですけどね、こちらの方を買いました。さてね、この今ご覧にいただいている売り場がこのサプリメントの場所です。で、私が10年前ぐらいに、定期検診の時にですね、飲んだ方がいいよと言われたサプリがですね、これがねフィッシュオイルですね。そしてビタミン D かな、そしてまあイングスリット、あと、アスピリンですかね、それは飲んでくださいねって言われたんで、やっぱり飲みました。でね、今ねこの買ったフィッシュオイルなんですが、1年前ぐらい、安売りの時でね9ドル台で売ってたんですがね、最近ね13ドル台になりまして、わあ高くなったな、安売りしないかななんてちょっとね買い控えていたんですよ。そしたらね、とうとうね先週からね16ドルに上がっちゃいましたね。ちょっとねこれ何が起きたかちょっとよくわからないですけれども、なんだかねこのフィッシュオイルがこのところ随分値上がりしているんじゃないかと思うんですけどね。こちらはね胃薬ですね。胃もねあんまりね強い方じゃないんで、そういったものもね逆流性胃炎ではないですがね、そうならないようにしております。まあそんな具合でね、サプリメントは3つぐらい飲んでるだけですね。ただね、一瓶ですか買うとね、そういった15ドルとかしてしまいますので、まあ結構な出費といえば出費ですが、まあそれほど今ね調子が悪くていろんなもの飲んでるわけではないので、多い方ではないとは思うんですけれども、やはりねサプリメントは買って飲みでいかなくちゃいけないということを主治医の方から言われていますので、こうやってね定期的にコストコでサプリメントを買って、まあ、飲み続けていますという
そんな感じですね。今ね、日本の方がどうなんでしょうね。サプリメント随分皆さん買って飲むようになったんですがね、私は日本にいた時はね、サプリメントってなんかアメリカ人が好きで飲むやつだよねぐらいのイメージだったんですけどね、今飲むようになってしまいました。本日はお買い物はその121、サプリメントが値上がりという話でした。それではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。